こういうところなんかもね、本当はもっと薄いんですね。薄いのがこうついてるので、その辺をもうちょっとやりたいと思います。こうね、細いだけじゃなくてこう曲げてあってプレスしてあるんで、ただ薄くすればいいっていうわけでもなくて、ここもなんかね、これはレストアしてあるのかな。この辺もそうですけどね、なんかプレスパーツになってるんでね、これが、ギアといいますか、チェーンのね、絡むあれなんで、どう見ても、つるっと丸いですよね。ギザギザになってないといけないので、ギザギザを、どうしようかな。もう、デザインナイフで切りましょうか。多分ね、見えるのこの辺だけなんで、この辺だけしかしませんけど、よし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 。この辺だけくさびを打って、もっと鋭いってことは、これ、入んない、なかなかシビアですな。まあ、それらしくなればいいか。よいしょ、三角に。これさっきパーツ薄くする前にやった方が良かったのね。持つとこがないからちぎれちゃいそう。ここのね、パーツプラが結構分厚いんでね、力入れないと無理なんだよね。チェーンのね、リンクを書いてみましょう。リンクを書いておけばやりすぎることもあんまないと思うんで、こうやって切れ目を入れて、こうやってそれぞれの折り目に向かって斜めにこう入れていくと。まあまあ、何もしてないよりかはね、ちょっとオーバースケールかな。まあでも何もしてないよりかはね、チェーンっぽくなったんで、十分でしょう。